皆様、本日はご参加いただきましてありがとうございます日本 OPC 教育会技術部会に所属しておりますルネサスエレクトロニクスの中谷と申します本日は産業界の総合運用基盤 OPC UA の技術概要についてご紹介いたしますこちらがアジェンダです本日はこちらの内容に沿ってご紹介していきます まずはじめに先ほどの講演でも説明ありましたがもう一度 OPC の歴史を簡単に振り返っておこうと思いますあらかじめ申しておきますと OPCUA は第二世代の OPC になりますまず OPC がなかった時代通信仕様は機器ベンダーごとに異なり HMI のように複数機器の情報を束ねる機器は接続が大変でしたそこで機器ベンダーの固有の通信を一旦 WindowsPC で束ね h m i と PC は o l e 技術を活用した通信でつなげる標準化が図られました。これが今ここに挙げています第一世代の PC になります。OPCDA、OPCAE といった機能ごとに分かれていましたが、現在ではこれらをまとめて OPC クラシックというふうに呼んでおります。OPC クラシックにより相互接続性が高まった結果、それを全層に広げることが望まれるようになりました。 OPC クラシックの機能を持ち拡張可能なフレームワークに統合した、えー、プラットフォームヒー a ンのサービス思考アーキテクチャとして OPCUA が生まれましたこちらは OPC の理念を実現するコンセプトの図になります OPCUA ですがデータを確実に伝送するつなげる情報を正確に伝達する伝える データ情報の完全性及び機密性を保障する安全にの3つの特徴を持っておりこれらによって情報価値に変えて活用することができるというコンセプトを持っていますちなみに IoT の本来の目的は活用することですので活用するために必要となる特徴をきちんと押さえているとご説明する方がより正しいように思います想像になりますが活用することを目指した先人がその実現のためにこれらの特徴が必要と感じ オフィシクラシックで不足していた部分を改善した結果がオフィシウェイなのではないかというふうに感じています。えー、では次のスライドからはこの3つを特徴に沿って最新動向まで掘り下げていきます。まず1つ目はつなげるを説明します。こちらはプラットフォームフィーチャンによるスケーラビリティを示した図です。 1> 第1世代の OPC クラシックは Windows での使用に限られましたが第2世代 OPCUA はプラットフォーム非依存とすることで上はクラウド基盤のインフラから下は組み込みのマイクロコントローラーまで全てのレベルで利用できる技術になりました実際にさまざまな階層で OPCUA が使用され始めています ただ正直なところコントローラーやその下の組み込み機器ではリアルタイムの制御を行っているケースが多くこれまでは OPCA が広がりにくかったというのも事実ですそして最近の話題としていよいよこの最下層フィールドレベルのところに OPCA の拡大が始まったということが挙げられますそのきっかけですが 2018年に OPC a の仕様がバージョン1.04になった際パブサブ、パブリッシャーサブスクライバー仕様が加わりさらなる進化を遂げたことが始まりですさらにですね産業界を挙げて実装が進められている TSN タイムセンシティブネットワーキングについても合わせて検討が始まりましたではパブサブとはどういうものかについて OPC UA の通信モデルの特徴から説明します左側の図はそもそもの OPC UA ですクライアントサーバー形式を用いた TCP IP ベースの1対1通信になりますクライアントサーバー形式はクライアントがサーバーとの間にセッションを構築しサーバーが提供するサービスを呼び出すという通信モデルですイベント通知値変化通知を取得する場合においても サーバー側にあるサブスクリプションというメカニズムを用いてクライアントがそれらの事象の有無を問いかけて取得していますこのため複数の相手と通信する場合情報源が同じでも接続相手とのセッションごとにメモリを消費していますこれに対して真ん中と右側が OPCUA パブサブになりますパブリッシュサブスクライブ形式を用いた UDPIP ベースの通信でセッションを利用せず 指定したエンドポイントを介して多対多の不特定多数によるプッシュ型の通信モデルになります。パケットサイズも小さく、1対多や多対1の通信ができるようになりました。真ん中の図は1対多の同胞通信で、主にマシンとマシンのデータ交換に使用されます。右側の図は多対1の通信で、主にクラウドへのデータ送信に使われます。続いて TSN です。 TSN の機能セットは IEEE にて標準化が進められており OPCUA はその機能セットを使用するという関係性になりますこれは OPCUA 以外のプロトコルにおいても同様の考え方で進められていますそしてこの PubSub と TSN が登場したことにより OPCUA をフィールド層へ拡大する活動が本格化しました 2018年11月に発表されたフィールドレベルコミュニケーションズイニシアチブ通称略して FLC と呼ばれている活動になりますこちらは OPC UA ェアパブサブによる様々な接続を示した図になります FLC では丸数字5のコントローラートゥコントローラーと丸数字6のコントローラートゥフィールドデバイスの使用化を進めています ここで5はコントローラー2コントローラーを略して C2C と呼んでいます。6はコントローラー2デバイスを略して C2D と呼んでおります。このスライドでは FLC の活動項目と他との依存関係を説明します。まず、えー、紺色の部分はベースとなる OPCUA です。るための 基本概念やモデルを検討していますさらにデバイスモデルの定義も検討が進められておりセーフティーモーションから始まっています緑色の部分は IECIEEE、e、に関するものです OSI にそうで TSN が検討されていますさらにフロントエンドでは SPE シングルペアイーサーネットの検討もされており プラント分野では EthernetAPL= ーーアドバンストフィジカルレイヤーと呼ばれる SPE を活用した標準化が進められています。アプリケーションのクオリティオブサービスの要件は OPC へのコミュニケーション層で構成されます。これによりさまざまなトランスポートタイプで再利用ができるように考えられています。 そして現在はパブサブの UDPIP を生かしたプロファイルと TSN を用いたプロファイルによる C2C、C2D のの通信の使用化が進んでいますさらに今後の5 g w i f i 6や後ほどご紹介する情報モデル関連との連携これらをテストする環境などさまざまな面から検討が進められています。 FLC の仕様ですが C2C の仕様はですねバージョン1として近く、買い向けにリリースされる予定です C2D デバイスのほうへの仕様はですねバージョン2として順調に進めばバージョン1の1年後あたりをめどに登場してくるのではないかなというふうに思っていますそしてこちらはマイグレーションパスです これまでの OPCUA はコントローラーまで来ているものの主に垂直方向の接続でしたそれが今進められている C2C により OPCUA で水平方向につながるようになりそして近い将来の C2D によりフィールド層に OPCUA が降りていくというのを目指しています ASFLC を推進されている企業の一つである B&R 様の講演があります 現在の状況を聞かせていただけると思いますので、ぜひご参加いただければと思います。こちらはセーフティーです。既存のセーフティー対応のフィールド機器が OPC ウェイ対応コントローラー経由で構成できるのに加え C2C でセーフティーに通信できるようにし、さらに C2D と拡大していくことが考えられています。こちらは最新資料のご紹介になります。 左側は11月に発行されたばかりの FLC のテクニカルペーパーです英語版の PDF で FLC ニュースリリースと書いた URL にダウンロードのリンクが貼られています FLC テクニカルペーパーの URL から直接飛べますがぜひニュースリリースもお読みください右側は先ほど依存関係のところで少し触れた、えー、OPC ファンデーションが参画した Ethernet APL の活動に関するパンフレットです こちらは記載の URL に英語版と日本語版のパンフレットを置いてあります。イーサネット APL について簡単に紹介しておきますと、プラント系のフィールド層において従来のフィールドバスを防爆を考慮したイーサネットに変えていこうというトレンドになります。FLC はフィールド層への拡張を目指してますので、イーサネット APL もその対象として重要視しています。最後にクラウド関連です。 ここまでは OPCUA のスケラビリティに関して海側のフィールド層への拡張を中心に語ってきましたが上位側でもクラウドの利用を後押しするための活動が行われているのでご紹介いたします。現在の OPCUA によるクラウドへの接続はクラウドの入り口までが OPCUA に対応しておりクラウド内部は独自のクラウド環境上のソリューションによって処理されるのが一般的ですが クラウド上でも OPC U エアプリケーションを動作させようとする試みが検討されています。上段のクラウドリレーという活動では、クラウド上にある OPC UA サーバーに対して OPC UA クライアントが通信できる仕組みを考えているものです。下段の UA4 クラウドライブラリーという活動は、OPC UA 情報モデルをクラウド上のデータベースに保存することやアクセス方法等について検討しています。 例えばオンプレミス側からクラウド側にパブリッシュでアップロードされたデータをクラウド上のソリューションが利用するにあたり OPCU a の情報モデルを認識できるようにオンプレミス側から情報モデルのメタ情報をクラウド側に展開するといった仕組みを検討しているものになります。以上がつつなげるるののご紹介ででした。続いて2つ目の伝えるです。 ここであらかじめつなげると伝えるの違いを説明しておきます例えば海外に電話をかける場合、ダイヤルすれば電話は繋がりますしかし双方の言葉、言語が異なると話は伝わりませんでは日本人同士ならどうなのかなんですけれども相手があるある分野の専門家でその分野の専門用語で会話を進めるとやはり内容は理解できず話は伝わらないでしょうと つまり言語にかかわらず背景とか文脈とか保有する知見とかが事前に共有できてなければですね話は伝わらないということになります先ほどの例を踏まえて産業界の情報で考えてみます従来はデータの交換でした例えば100という数値を交換できたとしてもこの100が何を意味しているのか データ交換を行うものだけで暗黙に意味を理解していて他の人には理解できなかったり意味を説明するために別のドキュメントを起こすなど多大な労力を要していました仮にドキュメントが存在したとしてもベンダーごとにパラメータが異なり機器別にマニュアルを何冊も読まなければならないとするならばエンドユーザーも困惑されると思います OPCUA ではマルチベンダー間の情報連携をコンピューターが実現するために 情報や機能を表すための統一されたモデリング,モデリング機能を提供していますこれによって意味が伝わるようになりますでは OPC UA が情報モデリングについてどのようなフレームワーク構成を持っているのかを説明しますまず OPC UA では基盤となるメタモデルや基本モデルの構成要素が定義されていますそしてこれらをベースとして業種に特化した情報や 企業独自の情報を拡張できるようになっていますこういった情報がきれいに階層的に整理できるモデル構造を持っているわけですここでベースの部分だけが OPC UA の規格の範疇になりますそして業種に特化した情報はその道の専門家に委ねた方が確かですので各業界の標準化を進める団体とのコラボレーションで使用化が進められています こちらがコラボレーションしている団体になります現在50を超える団体とのコラボレーションが進んでいますコラボレーションの具体的な活動としては OPC u を市場に適用するための仕様コンパニオンスペックと呼んでるんですがそれの策定とユースケース並びに適用のためのガイドラインの創出といったことを行っています明日 VDMA ドイツ機械工業連盟の 方の講演や、えー、国内の状況導入事例を紹介する講演がありますのでぜひ明日もご参加くださいここまでにお話しした情報モデルの枠組みとそれから各業界団体とのコラボレーション活動によってですね、えー、その各業界で用いる情報のコンパニオンスペック化が進められていることで、えー、その業界内のベンダーを横断した 相互運用といいうのが可能になっててきます,来ていますで次のスライドからはですねさらなる高みを目指した取り組みが始まっていることをご紹介したいと思います先ほどご紹介したように多くの団体とのコラボレーションが進んでいます結果ですねこのスライドに挙げているコンパニオスペックがリリースまたはリリース直前の段階にあり さらにですね、策定途上のものも、この赤いもので、多数存在します。で、ここでですね、新たな課題が浮かんできます。業界は異なるものの、使用している機器とか機能が同じ場合ですね、各業界別に似て非なるコンパニオン仕様が生まれないかということですで。この課題は、マシンツール関連のコラボレーション活動から実際に具体例として出始めました。 えー、スタックライトこと積層表示灯はさまざまな業界で使用していますので業界別の、まあ、縦割り活動だけで進めるとある業界で求める仕様と他の業界で求める仕様が異なってしまう可能性があるわけですそこで、えー、OPC ファンデーションではハーモナイゼーションワージという活動を始めましたあ業界間の調和を図るような活動と捉えています 既存のコンパニオン仕様の情報モデルを調査して、えー、共用できるもの上位概念を反化したモデルを検討するそして、えー、新たな情報モデルの使用書や情報モデルを設計するにあたっての支援となるホワイトペーパーの作成などを行っている活動になりますで、ここでは先ほどのあの積層表示等例に活動内容を紹介してみます まず VDW が積層表示等のモデルの草案を考え、そのアイデアをハーモナイゼーション n y g に提案しました。ハーモナイゼーション n y g では、積層表示等を議論するためのサブグループを立ち上げて、サブグループの方ではアイデアの繁華を行って、まあ、さらに提案を洗練してですね、で、YG の方にフィードバックをするといったようなことが行われました。 でハモナイゼーションワージはその内容をレビューして、えー、パート200という仕様書を発行しています。VDW 自身はあー o p c a i マシンツールズというコンパニオンスペックを発行しているんですがあ積層表示とに関してはパート200を使用するという関係性になっているということです。でまあ、こういった活動の結果としてさ、ね、まざ、あ、まなベンダー機器ですとかあるいは他のコンパニオン仕様で えー、汎用の積層表示等モデルが使用できるようになったというものになりますで先ほどの活動の結果として VDW のマシンツール図のドキュメント体系はこの図のようになっていますハーモナイゼーションマジリの活動自体では 活動自体はですね最近では既存のコンパニオン仕様だけではなく必要と思われる対象領域やユースケースの要求を関係者と検討した結果もインプットとしています先ほどのスタックライトのような機器の繁華に加えてですね最近ですとスタティスティックタイプという統計処理に関する機能面の繁華も開始されています また、ですねネットワークリポジトリを共通定義するためのモデル化もですねパート22として進められていて第1弾として TSN が定義され優勝会向けにリリース候補版の使用書が公開されたという段階にありますでこ,こ,このスライドに書かれているものはですねリリースまたはその準備が近い成果物を紹介していますがこれ以外にも多くのサブグループが活動しているというものになります。 将来に向けて OPC ファンデーションは産業界を横断した総合運用が行える産業界全体の標準コンパニオン仕様の OPC 上というのを目指していますハーモナイゼーション・ワージー活動はまだ始まったばかりですがその実現に向けて重要な役割を担っていくと思います以上が「伝える」のご紹介でした続いて3つ目の安全2です OPCA が提供するセキュリティ機能について紹介します。まず認証と認可として、アプリケーション認証、ユーザー認証、ユーザー認可を持っています。これらによってですね、適切な相手としか通信せず、相手の役割に応じた範囲でのサービスを提供するといったことができます。さらにですね、完全性と機密性として交換するメッセージを指定したセキュリティモードやセキュリティポリシーに従ってセキュアにすることができます。 セキュリティモードはメッセージに対するセキュリティ処理の指定で署名や暗号化の選択になりますあとセキュリティポリシーはです、ね、暗号化署名鍵導出といったことに用いるです、ね、アルゴリズムの選択になりますでそのセキュリティポリシーも進化しています OPCA 当初からのポリシーの一部はバージョン1.04以降、非推奨になっています。代わりにいくつかの新たなポリシーがバージョン1.04のときに追加されました。さらにですね、現在、ECC ・楕円曲線暗号の使用追加が進められていて、すでにリリース候補版の使用書が発行されているという段階にあります。こちらは OPCA のセキュリティーアーキテクチャになります。 コミュニケーション層ではセキュアチャネルというメカニズムを用いてアプリケーション証明書を交換する認証処理と暗号鍵を交換してメッセージの暗号化や署名の処理を行いますこれらを通信スタック内部の主にセキュリティ層での処理として規定していますアプリケーション層はセキュアチャネルの上で確立されるセッションで接続しセッションを介して渡されるユーザートークンによる認証や認可のロジックをアプリケーションで作り込みます そして、OPC UA バージョン1.04では、当初に想定してなかった環境での利用や、新たなユースケースに対応するための通信モデルがサポートされています。アプリケーション証明書管理は、数多くの UA アプリケーションを扱う環境での効率的な証明書管理を支援するための管理用 UA サーバーを想定したプロファイルです。OPC UA では、接続時にアプリケーション認証を行うため、接続相手の証明書のインストールが必要になります。 例えば10代の UA クライアントと10代の UA サーバーを相互に接続する場合サーバー1にはクライアント1からクライアント10までの10個の証明書をインストールすることになりますサーバー2にもクライアント1からクライアント10までの10個の証明書をインストールすることになりますこういったことをサーバー10まで繰り返します向きを逆にしてクライアント側にサーバーの証明書をインストールするのも同じ考え方になります つまり10代のクライアントと10代のサーバーをつなぐ際のインストール手数は 10+10 10の足し算ではなくて1 0る1 0の掛け算で増えるわけです。ここで管理用 UA サーバーが認証局となって署名すれば 各 UA アプリケーションは認証局と自分自身の2つの証明書を保持するだけでその認証局が署名済みの全ての UA アプリケーションと互いに通信可能になりメモリリーソースの少ない機器上の UA アプリケーションにも適切な証明書管理が行えるようになります加えて多くの UA アプリケーションの証明書を1か所で効率的に管理することが可能になります証明書にもですねあの期限がありますので 一箇所で効率的に管理できるようになれば、エンドユーザーにとってもメリットがあるのではないかというふうに思っています。さらにですね、この管理用 UA サーバーのユースケースは増えています。まず、鍵証明書管理はですね、PubSub に対応したものになります。で、PublishSubscribe モデルというのは、不特定の相手との通信を実現します。 で相手が不特定のために、ですね暗号鍵をその人と直接交換するといったような考え方が適用できません、そこで信頼する管理を u S サーバーが管理する対象メッセージ用の暗号鍵を、アプリケーション証明書管理と同様な形式で取得、配信して、ですね通信メッセージに対する暗号化や署名の処理を行えるようにするというものになります。 あと、アクセストークン管理は、認証サーバーの役割を持つ管理用 US サーバーからアクセストークンを取得するための仕組みになります。セッション確立時にアクセストークンを渡すことも可能ですが、セキュアチャンネル接続のみの状態でいくつかのサービスを実行することもですね、メッセージにアクセストークンを指定することで可能となりました。以上が安全にに関するご紹介でした。 では、これまでの実装をどのように確認することができるのかについて紹介いたします。ここは先ほどの講演でも説明がありましたので、ポイントだけおさらいします。まず、一つ目はテストツールです。OPC ファンデーションでは、コンプライアンステストツール、CTT を提供しています。OPC を用いた製品を作る場合、まずこのツールでチェックすることになります。でこのツールは、コーポレート会員であれば無料で使うことができます。 2つ目は IOP、インタープラビリティワークショップです。日本、北米、欧州の各地域で年に1回開催しています。グローバルで見れば年に3回ということです。日本で受け損ねたので欧州でというのも可能ではありますで。これもですね、コーポレート会員は参加が可能です。OPC 製品を各ベンダーで持ち寄って接続試験を行っています。 通常、ですね他社製品との接続テストというのは、まあ、やりたくてもなかなかできる機会ないんですけれども、インターオペレビティーワークショップにおいて、他社様との製品の接続を確認できる機会というのは、大変そういう意味で貴重かなと感じています。そして実際に参加した経験から言いますといろいろ気づかされることも多いです。 加えてあの私だけかもしれませんけれども、まあ、他者様と、自社に閉じず、他者様と接続したというのが、ですね経験が、まあ、少し自信のようなものにもなっていくかなというふうに思っております。 最後が認証テストです OBC ファンデーションでは使用に準拠し安定した品質を確保すべく総合要請を担保するために基準製品を用いたテストをしたり連続稼働などの実運用レベルの品質に近づけるためのテストを行っています受かれば認証証明書がもらえるといったようなものになります最後にまとめです OPCUA のアーキテクチャは将来性性も確保しした拡張性の高いいフレーームワークを提供しています本日は OPCUA の技術概要について「つなげる」「伝える」「安全に」の3つの特徴から体系的に説明するよう心がけましたがその拡張性の高さゆえに新たなトランスポートプロトコルセキュリティアルゴリズムアプリケーションサービスなど 既存製品に対する介護感性を維持しつつも、様々な側面で進化しています。実際に使用書の編成を見ても、OPC への当初使用が13パートであったのに対し、バージョン1.04でパブサブのパートが1つ増え、次の版では22パートに増える見込みです。 しかも本日ご紹介した FLC 活動の成果物としての使用書やコラボレーションにより創出されるコンパニオスペックなどはこの22パートに含まれていません。加えてシステム的な進化もあります。例えばこの図は TSN のものですが TSN のコンフィギュレーションは1台の機器相手ではなくマッチベンダーの機器を相手にシステム的に行われます。他にも 本日、つながるの章でご紹介したクラウドライブラリーや安全にの章でご紹介した管理用 UA サーバーなども IT と OT の両者が出揃う必要があるシステム的ななものになります。自社の製品が産業界が求める機構を実現できているかどうか自社だけで検証するのが難しくなってきているというふうに感じます。OPCUA はオートメーションの国連と言われています。 今の産業界挙げての進化に、一企業の力だけで臨むのは大変になってきているというふうに感じます。最後に少し宣伝になりますが、OPC ファンデーションのコーポレート会員になっていただくと、メリットとして、ワージ活動への参加や、新しいドラフト仕様の参照などがあり、先ほどの進化に自ら参画し、自ら推進することが可能です。また、日本 OPC 協議会の技術部会にお入りいただければ、会議 会員企業様と一緒に各課動向の調査を行い理解を深めるといったことも可能ですぜひ OPC ファンデーションのコーポレート会員になり日本 OPC 協議会で一緒に活動することをご検討いただければと思います私からの発表は以上になります長い時間ご清聴ありがとうございましたこの後のセッションもぜひご参加ください